ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2024年の9月の25日の水曜日に撮っております。今日はですね、世界の果てに拾い気を置いてきたというね、私もこの番組をアベマで見ました。東出昌大さんが出た時から、まあ、見ましてね、17、8ナンバーで見ました。その中でね、本が出ているというのを見まして、この本を買っています。そしてこの本のですね、初めにいうところでね、人はなぜ旅をするのか、これを第1回にやりまして、第1回その中で番組プロデューサー高橋弘樹さんの話をしました。そして第2弾はその続きで旅は人生に似てる話をしまして、今日がこの初めにの第3弾、幸福の価値観が違う国に行くというね、まあ日本のテレビで対番組2人で、コンビを組んだ番組があります。まあこれもまたそれぞれに面白いんですが、このひろゆきさんと東出昌大さんの旅はね、これはまた全然違 うところでね、面白いですね。まあスリルもあったりね、いやこんな冒険をするんだろうかと、まあ冒険がすごくあるんですよね、よくするなというぐらいなねことを思いながら、だんだんと東出昌大さんのね魅力も広がっていきながら、ひろゆきさんもあんま知らなかったんですが、この面白さも出てきたというところで本を買ったわけで、その本の始めりの第3弾を今日行きたいと思います。幸福の価値観が違う国に行く、昔アジアンジャパニーズ小林則春著という本を読んだ時に不思議に思ったことがありました。そこには生きづらさから人生の途中で立ち止まってしまった人がバックパッカーとしてバックパッカーとして旅に出る姿が描かれていたのですが、旅人は皆先進国ではない国に行くのですと。ここは面白いですね。この2人の旅は先進国でないところを旅してますからね、これはですからもう何があるかわからん、ちょっとまあ恐怖ですよね。治安がそんなにきちっとしてない国にどんどん行くわけです。ここがね、でまた言葉もよく通じないところに切り込んでいく、まあそしてそこで出会いも演出されてない、いきなり会って話をする、そしてそこでまたそのコミュニケーションを取りながらその人の家に行ったりとかして、まあね、まあ不思議な力をこの2人は持ってるなということをつくづく思いながら、そのアベマの世界の果てに拾い気を置いてきたを、まあ、見ていたわけです。で本を買ったわけです。その本のまあ、裏側といいますかね、まあそのアベマの動画に出てないところの視点がこの本にあるというんでね、分かったわけであります。やがて僕も同じようにアジアを旅するようになって感じたことがあります。それは経済的に発展していない場所は我々と幸福の価値観が違うということです。ここですね、経済的に発展してない場所は我々と幸福の価値観が違うということです。お金を払って何でも手に入るわけではないし、快適な場所が用意されるわけでもない。もっと動物的な本能に立ち返って自分の力で生きていかなくてはならない。そういう場所というのは日本で自分がこれが幸せだと信じ込んでいたものが小さく思えて、全く別の幸福の価値観を体で感じることができるのです。今日本はいろいろな理由で幸福を感じにくくなっていると思います。生きづらさを感じている人も、人生がままならないと感じている人も多いでしょう。そんな人はぜひ本書を読み、番組を見て旅の空気を感じてください。アベマの動画は見ましたよ。確かにいろんな風を感じました。まだ本はまだ始めるところですから、今から読むところでありますが、
ちゃんとしてはいないけど、楽しむことに長けた旅人の姿がたくさん映っていて、僕は少し気が楽になりました。本書を読んでくださる方にも、そんな風に感じてはいただけました。そんな風に感じていただけましたら、妨害の喜びです。そしていつかご自身でもリュック一つで世界を旅してみてください。価値観の幅が広がる旅をするほど、きっと息がしやすくなると思います。いやー、この世界の旅はね、リュック一つで、いやー、もっと私が若かったら、そうですね、20代、30代、ならね、チャレンジしたいところですが、今、77ですか、ちょっと無理かな、というような気もしますが、旅はできるのでね、日本の北海道から沖縄まで旅はね、今から来年もちょっとしてみたいなと思って今企画をしているところであります。旅というのはしかし面白いですね、これの最初に書いてあった、人はなぜ旅をするのか、旅は人生に似ているというんでね、まあこの今アビバの動画を見たところで、この本に入って本の中をですね、見て振り返ってみようと思っております。いやー、先進国でない旅は本当に何があるか分からなくてスリルのもう満載で、面白さも違った面白さを、この世界の果てにひろゆきを置いてきたの中から感じているところであります。いよいよ次は本の中に入って、来週から入っていきたいと思っております。ごきげんよう。旅いいですね。